はい、ボスです。今日は久しぶりに僕のデバイスを紹介したいと思います。今日はすごいですよ。これ光り物、光り物が好きな俺としてはこの光り物をしていきたいと思います。まず一つ目、キーボードです。これは中国から送られてきました。製品はね、 WOMIER だったかな、K56 だったかな、忘れたわ。商品紹介にしちゃしょぼい紹介の仕方なんですけど、まあ光り物の紹介っていうことで、こっちは、マウスですね。マウスはブローディの N50 っていうマウス、 RGB カラーのネオン系のマウスです。まあどちらも性能としてはそんなに僕のレーザーの持ってるやつよりは劣るとは思うんですが、このナイトライフに欠かせない発光タイプのこの発光度をやるとですね、もう光り物好きにはたまらないっていうような発光の仕方になってます。特にキーボードの方はこれすごい光るんですね。ちょっとやってみましょう。光り方が変わります。これはい、光りますね。変わりますね。ウェブですね。はい、こんな風にも変わります。すごい。はい、7色なのかなんか分かんないけど、すごい。で、これはちょっとね、バックライトだけ、はい、はい、すごい。お、これもいいね。赤、ピンクか、ド派手です。はい、すごい。はい、これキーを押すとこうパーンと、スイッチを押すとポワンとフワンといくような、こんなご機嫌だぜ、全く。はい、こんな感じですね。すごいでしょ。こんな風にも広がります。これ何パターンあるんだろうな。説明書がねないんで、 YouTube で紹介動画を見てそれでいじってるんでですけど、よくわかんないですね。まあ俺が紹介できるのはこんな感じで、よく光るキーボードだよということです。たまんないです、光るもの。これで、俺のナイトライフを充実させていきたいと思います。まあ、ちなみにこれ映ってるのはマイクですね。これで配信やってるんで、よかったら、まあ見ることないと思うんで、紹介はこれだけです。それじゃあ今日も頑張ってナイトライフ。